と全く違うことを前提としてそれで叩いてくる人とかいたんですよ。アプリを直接的に向けられることに慣れてないんです。今誰より人気とか誰より下が見えちゃうので、すごいそのメンタル的にも、まあ、クリエイティブ的にも見えてるのかなって感じです。ちょっとあのメンタル面が大変だって話ね、この間スイさんとしましたけどね、はい、猫松さんなんかもうコメントでへこんだりとかしたんですか？あ、でも普通にあのへこみましたね、うん、よく言われるのが否定的な意見も読まないと、うん、なんかその賛成の意見ばっかり読むと良くないみたいな話ってあるじゃないですか、はいはいはい、だから、うん、じゃあまあよしと思ってちゃんと否定的な意見も読もうと思ってたら、うん、その否定的な意見を言ってる方に事実と全く違うことを前提としてそれで叩いてくる人とかいたんですよ、うん、そしたらこの匿名の人にいや本当はこうなんだよって説明して、うん、なんか分かってもらうこともできないし、一方的な誤解から生まれる一方的なダメージを食らうだけだなってなって、でそれでなんかちゃんとマイナスなコメントとかも読んでったら2日3日何にもやりたくなくなったので、やっぱそうですよね、物理的に何だろうな、それがもうなんか、うん、でやってたら本当に仕事にならないなっていうのがあって諦めちゃいましたね。そのあ、なんかそかマイナスなコメントを、まあ、積極的に読むっていうのはこれやってたら仕事になんねえみたいな、なんかもう全てを、ね、投げ出して全てもう消してなんか やめたくなっちゃうなみたいな気持ちになったので、しかも事実と異なってるっていう風になってくるとどうしようもないなみたいな風になって、そんな感じです。どうやって立ち直ってたんですか？うん、いやなんかもう読まないですね、うん、読まないようにすることによって次の傷を負わないようにするという、もう自分の性格ってなんか意識してなんかそこ変えれるほど簡単な問題でもないと思うので、自分みたいな卑屈な性格に生まれた人間はもう そういう風なものだと思ってもらうしかないっていうか、そういう感じですね。スイさんもねこの間へこむって言ってましたよね、うん、はい、毎日へこんでます。毎日ですか？はい、はい、4時間とか雑談してるもんね。あ、そうですね、だいたい 3,4 時間ぐらい配信してますね毎日。すごい4時間だよどネタどうしてるんですか？あ、そう、ネタはコメント書いてくださるので、あ、まあ、コメント拾いながら喋ってたら全然、あのメンタルケアの方はねこの間話しましたけど、うん、ちょっと話してもらっていいですか、はい、どんな風にしてんの？ VTuber ってまずメンタルを大きく病むポイントが2つありまして、うん、はい、うん、あのまずまあ直接的に殴られる悪意ですよね、今言ってた誹謗中傷とかもそうですしっていうのがまず1点と、でもう1点がその毎日突きつけられる定量的な数字なんですよ。あ、はいはい、やっぱり再生数とか同説とかでその全部 YouTube っていうプラットフォーム上で君は誰より人気とか誰より下が見えちゃうので、あ、私いつまでも伸びれないってことは価値のない人間なんだって思っちゃうみたいなところの、この2つがあの病む要因ですね。これは解決方法いろいろ人によってあると思うんですけど、私はもうお友達に愚痴っちゃうっていうそれぐらいかなと思います、うん、でも愚痴ってね聞いてもらえたらそれだけで楽になるので、うん、私はまあそんな感じでやってますかね、うん、奥野さんは大丈夫ですか？何が？あのコメントによって傷ついたりとかするんですか？しないっすねでしょうねいや俺そのいじりに対してこうなんて言うんだろう、そういうのがなんか普通だから感覚的にいじりだと思ってんだよね。そう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 ね、うん、あと、うん、実際に話したら、うん、絶対に俺が論破できるんでそんなやつら誰にも負けないので直接会ったら直接、まあ、別にやってやるとそのタイムラインがめんどくさいだけだからあれだけど別に、うん、なんでそんなに気にするのかあんまり分かんないですね。あるんですよ、あの VTuber やるような人って結構愛されガールとかも多いわけですよ。もともといろんな人に可愛い可愛いって言ってこられてここまで育ってきて、うん、じゃあやってみようみたいな、で人から悪意を直接的に向けられることに慣れてないんですよほとんどの女の子って。なんかでもさ顔出ししたら死ぬぐらい の自己肯定感なんでしょ？肯定感？自己肯定感のなさ。自意識でしょ。意識があるから傷つきたくないから、クスは隠しておくことによってその分は傷つかないで済むじゃんっていう話でしょ、うん、それがあるから可能なメディアになったっていうことでしょ、うんうんうん、あと、うん、その一つ向いてるなと思うのが、はい、そのもしも VTuber をやるにあたって人間としての自分の人格とインターネットにいる VTuber の自分の人格を別のキャラクターだと認識して、うん、そのリアルにいる人間の人格がインターネット上のキャラクターをコントローラーで操作してるんだぞぐらいの感じでなんか
分離できる人とかだったら向いてるんじゃないかなって思いますね。なるほど。あの虐待受けた人のさ、あの心理にちょっと近いんだね、じゃあ。あ、もう一つの人格。そう、もう一つの人格を作ってそいつが全部引き受けてもらって多重人格になるだよね。だからミリミリガン、なんかそれは どうなの、そのそれ遊びとして成立してるからまだいいものの、それでなんかその難しいね、デリケートだねデリケートですね。デリケートなことやってますね皆さん。今のあのおっくんさんのお話は結構ネガティブ目の話ですけど、ポジティブに行くと、ポジティブに売れたいがために合わせに行ってるんですよ、みんな。世の中の自分の人格と切り離して、うん、世の中で今これが受けるんだったらこういうキャラにしようって合わせに行ってると思います。あ、俺ねポジティブな、そうすごい、それはあの仮面ライダーに変身するとか、うん、セーラームーンになるとか、あれに近い感覚で出てる人もいっぱいいるんじゃないかな。うんうん、セーラー戦士になって出るっていう風になると、やっぱり自分じゃない強さも出るっていうことでさ、うん、逃げてるわけじゃないっていうかさ、むしろそれが本来のさ自分のさ強さをさ発揮できる環境なんだっていうこともあるみたいな、うん、でもさ、うん、なんすか、ヤンさんもね、うん、コロナの時にリモートでやってた時期があるじゃないですか、うんうん、あの時にね、うん、あのこうやってバーってやって、で放送3時間ぐらいやって、うん、でまあ、終わって、うん、じゃあまた来週みたいな感じで、うん、あの、うん、ズームをね、うん、切るわけよ、うん、そうするとプンって終わって、うん、そしたら自分のパソコンの画面にさ俺の顔が映るわけ、ファンってでシーンとしてね、うん、もうそれまでワイワイやってた、ご機嫌にやってたのが、うん、誰もいない部屋でね、うん、シーンとこう四十のおっさんがこう自分を見てるわけですよこれは誰だと、俺だみたいな、うんまだ俺は俺で出てるからそこのギャップがないんですよだけどこれのじゃろりおじさんとかは、うん、なんかこう、はいはい、雑談とかでわーってやって、じゃあ寝るわみたいな感じで寝ます、おやすみなさいって切った時にさ、なんていうの、鏡に映ってるのはさこのアバターじゃなくて本体なわけじゃん、はい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 、何歳かご存知で、 あれですけども、うん、だからそのいい年した大人がこうスンっているわけでしょのじゃーって言ってたそのギャップに病むことはなかったのか。それ多分一つの解釈の方法があるとしたら、はいはい、あのヤンさんなんで漫画で例えるんですけど、はい、その漫画家さんって いろんなキャラクターを作らなきゃいけないじゃないですか、うん、その漫画の中に、うんうん、でそれでいろんなキャラクターを演じるときにどういうこと考えるんだろうなって、要は演じてくんですね、一人の漫画家原作者さんがいろんなこうペルソナをこう、うん、キャラクターごとに演じてくわけじゃないですか、うん、でそれを原稿用紙とペンで表現したら漫画になって、それをそのリアルタイムで自分がその人形に吹き込む形で表現したら VTuber になるっていう風に考えることもできるんじゃないですかね。だからコンピューターとかこういうそのいろんな技術が発達した今だからこそ、そのペンと紙だけじゃなくてコンピューターとかアバターを使ったこう創作方法、表現方法が加わったっていう風に考えると、そこまでこうあの違和感がないっていうか、要は地続きになった、まあ、創作活動の一部っていう風に解釈する方法もあるので、うん、そこまでこう現実とバーチャルとそこのなんか乖離と対比みたいなところでネガティブになるほどのものでもないと思うし、むしろ VTuber っていう文化がここまで受け入れられたっていうのは、やっぱ日本のその漫画とかそのアニメとかのキャラクターはキャラクターで、それを表現してるクリエイターはクリエイターみたいなところで長い歴史の中で分離できてたからこそ受け入れやすかったっていう土壌があったっていうのもあると思います、うんうん、今分かったわ。何？マスクマンだと思ってたのよ、うん、の役者とか、うん、と思ってたけど、うん、あれ人形劇なんだね、これは。そうだね、浄瑠璃の方だったってことね。こう操ってるって後ろで、うん、その喋ってるというか、うん、もしくは喋りすら誰かにみたいな、うん、まあベッド動かしてるとかね、うん、っていう感覚なのね。だから本人がっていうことではないのか。まあ正直言うと最近の VTuber とかライバーさんっていうのは割とそのまあ中の人の人格とキャラクターがもう同一性がかなり高くなってるっていう方もいるんですけど、ただそこをちゃんと切り離して、その要はこういうキャラクターがこういうエンターテインメントをするんだぞっていう感じで操縦できる人とかは、まあすごいそのメンタル的にもまあクリエイティブ的にも向いてるのかなって感じですね。なるほどね。なるほど。でもアンチコメントにやっぱ傷つくのか。そうか。いやそれってだって自分の作品がクソとか、うんうん、作品下手とかって言われたら、うん、なるほどね。それだそれだ、うん、確かにそれはそうだ、ね、